今回は宅地建物取引業と不動産の売買の論点について学習していきたいと思います。まずは宅地建物取引業とは何かということについてです。宅地建物取引業というのは、宅地や建物の取引を不特定多数を相手に反復または継続して行う事業のことです。そして、宅地建物取引業を営む者を宅地建物取引業者と言います。なお、宅地建物取引業を営むためには、都道府県知事もしくは国土交通大臣から免許の交付を受けなくてはいけません。ちなみに、この免許の交付を受けるためには、安く済まそうとしても200万円を超えるお金がかかります。それでは、どのようなことをしようとした場合に、宅地建物取引業者の免許が必要となるのか、ということについて説明したいと思います。不動産の取引の種類について考えたとき、どのような取引があるのかという観点からは、売買と交換と貸借の3種類があると言えます。そして、不動産の取引はどうやって行うのかという観点からは、自ら行うことと、誰かの代理をすることと、当事者同士を取り持つことの3種類があると言えます。ですから、これらを組み合わせると、不動産の取引は全部で9つのパターンに分けることができます。そして、基本的には、これらのほぼすべてが、宅地建物取引業者の免許が必要となるんですが、自ら当事者として貸借を行う場合のみ、免許は不要とされています。これについては、冷静に考えれば当たり前の話で、例えば、家や土地が余ったので、誰かに賃貸しようと思った時に、宅建業者の免許を取ることや、高額な保証金を納めることを要求されたら、ほとんどの人は賃貸できなくなって、日本の住宅供給事業に深刻なダメージを与えてしまいます。続いては、宅地建物取引士についてです。先ほどの宅地建物取引業者の免許の話は、事業者としての話で、これは個人の話ですから、混同しないようにしてください。宅地建物取引業者が宅地建物取引業の免許を受けて業務を行うためには、事務所ごとに従業員のうち5名に1名以上の割合で宅地建物取引士の登録を受けた人を置かなくてはいけないことになっています。なぜなら、不動産業の中には宅地建物取引士にしかできない業務があるからです。具体的には、重要事項の説明と、重要事項説明書への記名押印、それと契約書への記名押印です。ただし、これらを行うのは、専任の宅地建物取引士である必要はなくて、事務所に1人しかいない専任の宅地建物取引士が休みであった場合などには、アルバイトの宅地建物取引士に任せることもできます。それから、不動産の取引においては、宅地建物取引業者に様々な義務や規制が設けられています。これらはすべて、不動産にあまり詳しくない消費者を守るためのもので、重要事項の事前説明義務や、発注規制、報酬限度額の上限などが定められています。次は、媒介契約についてです。媒介というのは、売りたい人と買いたい人、あるいは貸したい人と借りたい人を取り次ぐ業務のことです。媒介契約には、一般媒介契約と専任媒介契約と専属専任媒介契約の3つの形態があります。不動産会社に取引相手を見つけてもらおうと依頼する顧客の立場からすると、専任という言葉がつく契約をした場合には、
他の不動産会社に重複して依頼することができなくなります。これを不動産会社の立場で考えますと、専任媒介契約や専属専任媒介契約を結ぶと、もし自分が頑張って取引相手を見つけることができれば、他の不動産会社に横取りされることなく、確実に報酬を受け取ることができるということですから、一般媒介契約よりもより頑張ろうという気持ちが湧きます。ですから、依頼者の立場からすると、早く取引相手が見つかる可能性があります。ちなみに、専任媒介契約と専属専任媒介契約の違いは、自己発見取引ができるかどうかの違いです。自己発見取引というのは、依頼者が自分で取引相手を見つけたときに、不動産会社を介さずに契約を結ぶことで、自己発見取引が行われると、不動産会社は報酬を受け取ることができません。専任媒介契約や専属専任媒介契約は、不動産会社の責任が重いですから、定期的に経過報告をする義務があります。ただ、いくら不動産会社が頑張るからといっても、不動産会社というのは、ほとんどの人にとって頻繁に利用するものではありませんから、どの不動産会社がいい会社なのかという情報はあまり知られていません。そこで、依頼した不動産会社が運悪くポンコツで、なかなか取引相手が見つからないのに、長期の契約期間を定めて、専任媒介契約や専属専任媒介契約をしてしまって、他の不動産会社に任せることができないという事態を避けるために、専任媒介契約と専属専任媒介契約の契約期間は、最長3ヶ月と定められています。ですから、3ヶ月よりも長い期間を定めても3ヶ月に短縮されます。そして、これは依頼者を守る規定ですから、自動更新は認められていません。更新は依頼者からの依頼があった場合のみ行われます。次は手付金についてです。手付金というのは、代金の一部前払いだと思ってください。不動産の売買代金は、一括で払うのではなくて、契約時に手付金を支払って、その後残りの代金を清算することが一般的です。なぜなら、この手付金には、代金の前払い以外の意味合いがあるからです。本当は手付にはいくつかの種類がありますが、通常手付といった場合には、解約手付を指すと思ってください。解約手付というのは、損害賠償額を予定するもので、もし契約をしたのに契約を解除することによって相手方に迷惑をかけた場合には、相手方が被った実際の損害に関わらず、手付金の額を損害賠償金とするということです。逆に言えば、手付金の額の損害賠償を行えば、遠慮なく解約することができるということでもあります。ただし、いつでも解約することができるわけではなくて、相手方が契約の履行に着手するまでという制限があります。具体的には、売り主が物件を引き渡したり、買い主が残りの代金を支払うまでということです。例を挙げて説明しますと、例えば、買い主が売り主に対して100万円の手付金を支払ったとします。そうすると、相手が取引の履行に着手するまでなら、自由に契約を解除することができて、その際には、相手の実際の損害額に関わらず、100万円を賠償すればいいということになります。なので、買い主が他にもっといい物件を見つけて契約を解除しようとした場合、すでに支払った100万円を放棄すればいいというわけです。
逆に売り主がもっと高く買ってくれる人を見つけて契約を解除しようとした場合、手付金の2倍の額の200万円を買い主に支払えば、先に受け取っている100万円と合わせて差し引き100万円の損害賠償を行ったことになります。で、基本的に手付金の金額は当事者が自由に決定することができますが、売り主が宅建業者で買い主が宅建業者以外であるケースにおいては、両者の情報格差を考慮して手付金の額は売買代金の10分の2を超えてはいけないということになっています。次は公募取引と実測取引についてです。この論点ではまず登記簿に書いてある記録と実体関係は必ずしも一致しないということを思い出してください。例えば登記簿に面積が100平方メートルと書いてあっても、実際には99平方メートルだったり101平方メートルだったりすることはよくあります。ですから土地の取引を行った後に登記記録が実態と異なるということが判明した際に、売買代金を精算するのかしないのかという問題が起こります。これは結論から言えば当事者間の取り決めに委ねられて、どちらも認められます。一旦土地の価格を決めたら、後から精算しないというような取引を公募取引と言います。逆に土地の坪あたり、あるいは平米あたりの単価を定めて、とりあえず登記簿に書いてある土地の面積をもとに代金をやり取りして、後日実際の土地の面積を調べて売買代金を精算する取引を実測取引と言います。次は不動産の面積についてです。不動産の広告には不動産についての様々な情報が載っていますが、物件の面積を見る際にはその面積がどのようにして測られたのかに気をつける必要があります。というのも、物件の面積には2種類あるからです。一つが内乗り面積といって、壁の内側の線で囲まれた面積のことで、もう一つが壁心面積といって、壁の中心線で囲まれた面積のことです。当然、壁心面積の方が内乗り面積に比べて広くなりますので、実際に生活する面積は、広告に書いてある面積よりも狭いということを頭に入れておかなくてはいけません。次は危険負担についてです。危険負担というのは、建物の売買契約が成立した後、その引き渡し前に火事や地震など売り主に過失がない原因で建物が壊れたりなくなったりした場合に、どちらの当事者がその損害を負担するのかという問題です。これは不動産については原則として買い主負担とされています。なぜなら売買契約を行った時点で家の所有権は買い主に移っているわけですから、売買契約後に家が燃えたら、それは買い主の家が燃えたということだからです。ですが、理屈上は買い主負担とするのが合理的かもしれませんが、まだ一度も住んだことがない家が燃えて、その代金を支払わされるというのは感情的には納得しにくいです。そこで危険負担については、特約で売り主負担とすることができます。実務上は売り主負担になっているのがほとんどだと思いますが、契約時には念のため確認するようにしてください。最後は貸し担保についてです。貸しというのは、簡単に言えば欠陥のことで、雨漏りやシロアリをイメージしてください。もし購入した不動産に隠れた貸しがあって、買い主がそれを知らなかった場合、
売り主が悪くなくても、買い主は損害賠償請求をしたり、契約を解除することができます。ただし、この請求期限は当事者間で自由に決定することができますが、瑕疵を知った時から1年以内に請求しなければ請求できなくなってしまいます。ですから、例えば建物を購入して4年後に瑕疵を発見した場合、そこから1年間、つまり引き渡しから5年目までの間に損害賠償請求などを行う必要があるということです。ですが、毎日不動産を売っている不動産会社にとっては、この規定はかなり厳しいものです。何百件、何千件と不動産を売って、それらすべてについて5年後や10年後に損害賠償を行わなくてはいけないかもしれないとなると、経営上大変なリスクを抱えることになります。そこで、売り主が宅地建物取引業者である場合は、引き渡しの日から2年以上とする契約を結ぶことができるようになっています。ですから、例えば、引き渡しの日から3年間だけ貸担保責任を負うという特約をつければ、買い主が4年後に瑕疵を発見しても、不動産会社に損害賠償請求をすることはできません。これは数ある不動産取引に関する法律の中で、数少ない消費者よりも宅建業者に有利な取り決めです。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。